前回は18世紀に幕府の財政難を改善するために行われた3つの改革について見ていきました。今回は18世紀から19世紀にかけて広まった様々な学問と、江戸で広がった化政文化についてお話ししていきます。江戸時代の初め頃は上下関係や忠義の大切さを重んじる儒学が採用され、次第に儒学の中でも棋士学が特に奨励されました。これは儒学や棋士学が身分制度を元とする、幕府の運営にとって都合の良い学問であったからです。儒学を学ばせるために幕府は昌平坂学問所などの学問所を開いたほか、藩でも武士の教育のために藩校が開かれました。一方、儒学以外の学問、特にヨーロッパの政治や道徳や宗教に関する学問は日本社会を混乱させるものとされ、学ぶことは禁止とされました。これは鎖国を行った理由が、幕府にとって西洋の教えが邪魔であったことからも頷けます。こうした西洋の学問への敵視を軟化させたのが、八代将軍徳川吉宗の享保の改革でした。この時代は財政難の解消が大きな目標とされ、そのために必要な西洋の医学や農学や科学技術の研究が認められました。ただしキリスト教やヨーロッパの政治道徳に関する学問は禁止されたままでした。当時はオランダ語で翻訳された洋書を輸入していたので、西洋の学問は蘭学と言われました。杉田玄白や前野良太らがオランダ語の人体解剖書を翻訳し、解体新書を出版したことで蘭学への関心が高まりました。平賀源内は西洋の科学技術をもとに発電機や寒暖計を作り人々を驚かせました。伊能忠敬は測量術を学び全国を測量して正確な日本地図を作成しました。18世紀後半になると仏教や儒教がもたらされる以前の日本人の精神を明らかにしようとする国学が生まれ、古事記を研究し古事記伝を表した元折宣長がこれを大成させました。国学はその後も研究が続けられ幕末の尊王攘夷運動に影響を与えました。19世紀になると江戸の町人たちを中心に文化が広がりました。この文化を化政文化と言います。文学では旅の道中を滑稽に描いた十返舎一九の東海道中膝栗毛や、冒険と空想に満ちた滝沢馬琴の南宋里見八犬伝が人気となりました。俳諧では与謝蕪村が風景を絵画的に表現し、小林一茶は農民の感情を表現した作品を残しました。川柳や狂歌では幕府の政治や世相を皮肉する読み方が流行りました。前回ご紹介した田沼意次と松平定信の政治を比べて歌われた狂歌もこの流行に乗ったものです。錦絵と呼ばれる多色刷りの版画が生まれたことで浮世絵が大流行しました。北川歌丸のポッピンを吹く女は美人画の中でも有名な作品です。東秀斎写楽は人気の歌舞伎役者の絵を描き人々を楽しませました。他にも葛飾北斎の富嶽三十六景、歌川広重の東海道五十三次などで知られる風景画も親しまれました。都市の文化は地方にも広まり、伊勢神宮への参詣など旅の習慣が定着し観光のための名所案内が刊行されたほか、郷土色の豊かな芸能や工芸品も生まれました。また地方でも一般庶民向けの学習塾として寺子屋ができ、読み書きそろばんなど実用的な知識が授けられました。